ぜこんなこんな動画を撮っているかというと、いやー、普段はフィギュアとか、ドールの原型とかの仕事の原型ですよね、を作ってる仕事をしてるんですよ。まあそういう時に音楽は聴いてるんですけど、そのフィギュアとか、まあドールの原型、まあ、もしくはそのデジタルデータのモデリングの、動画というのはもうすでにもう、第100話ぐらいになるぐらい、まあ、全部で100話とか、それ以上になるぐらいも投稿してるんですよ、違うところで。まあ、それは私の顔は出してないのがあるんだ、ないんだけど、声は私の声だと思うんだけど、まあそういう、まあ、あえて顔出す必要もないかなと思ったんですよね。業界ではもう多少は顔が出てる場合があるので、ことぶき屋と、キューズ Q と、ボークスですよね。そのあたりは私の顔は知ってると思っていたんだけども、そういう知ってる人がほとんど、辞めていたという状況があるらしくて、なんか私の名前を語ってその動画は俺だ俺じゃないみたいなことを言ってるやつがおったらしいんですよ。まあメカ関係の話ですよね。私はフィギュア、まあ女の子に関するフィギュアとか、まあアニメのキャラクターで女の子とか、あとドールの原型を作ることが多かったので、メカの関係でたまたまメカのやつを作る、動画を配信したらことごとくパクられたんですよね。パクられた、まあ、要するに警察に捕まったんじゃなくて盗まれたんですよ、まあ、要するに乗っ取りをかけられてしまって、もうしょうがないから、もう仕事で使ってるもうアカウントと、つながってるというリンクのある YouTube に投稿せざるを得ないのかなという話ですよね。もうびっくりしますよ。そういうハウトゥーに関する、まあ、要するにノウハウが入ってるやつを YouTube に、まあ、フリーというか、まあ、一般人ですよ、芸能関係とは無縁の人が、まあ、一応フィギュアとかは、まあ、二次元コンテンツに関係するから関係ないとは言い切れないんだけど、 してる契約ですよね、仕事の契約が、一般労働者ですよね。要するに仕事の労働契約しかしてない人間からすると、芸能関係がパクりまくってくるんですよ、盗みまくる。しかも私の名前を使って、要するに乗っ取りですよね。でことぶき屋でもやってるやつがいたとかいうのを聞いたことがあるんだけど、まあ、グッスマとかでも聞いたことがあるし、ボークスでも私の名前を語ってやってるやつとか、まあ、私じゃなくて私が作ったものを円久明宏とかいうやつが作ったとか言ってるようなやつもあったとかいうふうに言われて、例迷惑だなとか思って、それどうちょっといい加減にしてくださいって言ったら、ボークスが無視しだしてきたから、まあ、要するにボークスの主要なるメンバーがやってると思われるんですよ。で、まあそれで、まあ、めんどくさいやつらに引っかかったのは芸能関係のヤクザですよね、まあ、だから仕方ないから、自分の顔を出さざるを得ないのかなという話なんで、そうするとこういうのを動画にすると、これを最近で言うとディープフェイクに使って、に利用してあれですよ、エロビデオに使うわけですよ、私の顔。それでお前エロビデオに出てただろうとか言って脅してくるらしいんですよ。それ全部芸能らしいんですよね。有名な、まあ、芸能プロダクションの中にもいるらしいんですよね。びっくりしちゃった。それがそれで脅してるのが、芸能ヤクザイコールヤクザらしいんだけど、まあ、暴力団ですよね。それがボークスにおったらしいんですよ。ボークスとことぶき屋の中で連携してるようなヤクザがおって、どっちが潰しに合ってるのかわからないみたいな感じだったらしいんですけど、私からが聞いた時には、まあ、その時は私はボークスからもうすでに出てた人間なんで知らんかったんだけど、ことぶき屋とボークスの両方を行き来してるやつがいるんですよ。でボークスではことぶき屋にそいつが社員でいるみたいなことを知らないんですよね、っていうようなやつが複数名いたらしいんですよ。
でそういうのを知らずに、ボークスでしか働いてない人ばかり解雇してたボークスそういうところらしいんですよ。だから大丈夫なんかなと思って、いい加減にしてほしいんだけど毎度、ことあるごとに言うてるんだけど、彼らが未だに社業を継続しているのは、社業を継続しているかわからないんだけど、ボークスという部分をやめることができない理由があるらしいだけなので、そこで買っても、ヤクザに、資金を提供するだけになるので、そこで何かしら購入して、いるという方は、まあ、脅迫されて、買わざるを得ない人か、好んで資金を提供、暴力団に資金を提供しているやつということでしょうね。というのが、まあ、警察の暴力団対策課と、弁護士のヤクザにとか暴力団の被害に詳しい方と、あと労働基準監督署課に聞きに行った時に発覚しました。ボークスがそういうようなところだった。ことぶき屋もそれに類するのに近いです。あそこは著作権がすごく曖昧なので原型師の方は気をつけてくださいみたいなことは言われました、弁護士の方に。まあ、だからグッスマも怪しいですよね、というのは私は被害者として言うことができる。それに関して彼らが書面なり何なりで言ってこない時点で彼らは暴力団イコール暴力団ですということですよ。それが言いたいだけなんだけども、まあ、だからそういうもので、心身が疲弊しているので、音楽を聴いて気分を展開し、気分転換をしたいなというところで、まあ、この程度で、気分転換ができればいいんだけど、まあ、ただこれもここで流れているのも暴力団に、関与してるやつが作っているものであったら、まあ、多分ブロックさせれるんじゃないかな。著作権と称して、ブロックされるのではないかというのを危惧しつつ、録画をしているというのを、動画投稿しようかという、感じの動画でした。いかがでしたでしょうか。当時造形村で私の隣と隣あたりにいた方は、まだ生きていると思うんだけど、生きていたら連絡ください。私は逃げも隠れもしない生まれた場所に住んでいるよ。生まれたというか生まれてから、京都に行って離れて、まあ、学生時代に離れている以外は、ずっといるところに未だにいますので、私の居場所を知ってる方々いると思うんだけども、死んだっていうのはちょっとおかしいんじゃないかな。芸能関係の、そういう例えば A という名前の意味合いが、使えないというか、世間で通用しなくなったの、通用させるには、ちょっと厳しいので死んだということにしてくれないかという部分の死んだということだと思うので、そんな死体をいちいちと変な道から呼んでこなくてもいいと思うんですよ。医大とかから持ってくるという仲間にならない方がいいんじゃないかなと思うんで、まあ、そういう部分で、まあ一応連絡を待っていますけども、連絡を待たずにそちらの方に問題提起をするかもしれないんだけど、というような動画でした。新型コロナのこの時期に確定申告皆様しておられますでしょうか。社員じゃない方が 90% だと聞いておるので、ボークスというところは、親からお金をもらっている部分をボークスから給料をもらったと言い換えられているという部分もあるかもしれないので、確定申告をしたら方がいいかどうか一応確認した方がいいですよ。バイト扱いの方は確定申告した方がいいんじゃないかな。金額的に20万以上もらってたら確定申告しにはいけないんですよ。その部分で国民健康保険でしたっけ、国民年金か、国民年金も入っているはずなので、そういうのでもう逃げ隠れはできないと思うんだけど、ということを、やんわり言うてるんだけども、その暴力団の方々には変なことやってるとあなた方も他のところで何もできなくなりますよ。大丈夫ですか。